にちは。エルくん。おいでやんす。こんばんは。はい、そう。221回目でございます。でさ。お疲れ様でございます。ハートありがとうございます。もうすでにコメントが800超えてもらう。まだ一言も喋ってないのに。ちょっと待って、私一回聞き。じゃあまずはですね、僕今日久しぶりにブログ。あ、音楽ちょっと絞り気味だね。ブログも書いたんですけども、今日は27日かな、すでにもう。なので、ワンマンライブまでもう2ヶ月切っちゃったよ。あーもう。はあ。っていう一人で喋ってるの書いてた、どんどん。それでですね、まあほんまに。これもまたブログにも書かせてもらったんですけども、何かイベントごととかを決めたりとか、なんか納期であったりとか、なんか今日この日までにやらなあかんっていう時って時間めっちゃ経つの早いんです。みんなもう真っ黒やで、今日はイエーブラックショットです。いや、わかるやろ。でさらにみんなさ、楽しいことしてたら時間経つの早いとか言うけど、それより納期の方が早くないっていう話じゃないけど、どうですか。今日はこんな感じでね。だから目標は立てないようにして、やめとけそれは、立てとけそれは。いや、つぶやいた。目標は大きくね。インスタつぶやけてないけど、夢は大きく。ちょっと疲れてんね。そう、よくわかったな。疲れてます。いや、私も今日今スタジオ入ってきた瞬間、ラムに、あれジュライさん疲れてますか、マジで言われた。テンションが疲れてる。いやなあ、顔が疲れてる、やばいな。今日も帰ってきたら朝8時ぐらいだと思うな、うちら。そうかもしれないですね、それは失礼。え、何でしたっけ。ああ、で、これそういえば黒、あ、透けんねん、黒がちょっと透けんねんな、最近。やのに黒ばっかり。あ、第一声が疲れてます。ほんま、もうでも、あ、失礼やって、ラム。いや、ほんま、なあ、昨日も何より、まずこれオープニングでちょっとまとまりなくて申し訳ないですが、まずなんかクラウドファンディング、ミエボさんで今月30日までさせていただいているクラウドファンディングなんですけれども、なんか決済がここ数日遅かったみたいなんですけど、さっきドタドタドタとできた人がいるみたいで、いきなりパーセンテージが上がってて、田中さんから連絡来てたね。デートの10万入金がありましたね。嬉しいね。あれ、デートって書いといて誰もくれへんからどうしようって言ってたよな。もう練りに練りまくるから楽しみにしといてください。練りに、いや、名前これって続けていくと確かにみんな読むかもしれない。これなんて書いてんのやろみたいな感じで言ってた。ネリーになんだって、ネリーに会いたいの。ネリーはもう選手言うた、それもまた。クラウドファンディング、いろんな質問があるのですが、予約をしていても30日11時59分まで入金がなかったら全てキャンセル扱いになるそうなので、皆様、はい、やってくれよ、応援してあげるよ、ちょっとでもと思ってくれてる方は、うん、ぜひ30日11時59分までに間に合ってくれると嬉しいです。とても嬉しいです。嬉しいです、はい、ただのお願いです。で、なんかいろいろ勘違いしてる方もいるかもしれないんで、ちょっと言っとくと、うん、ワンマンのチケット、うんうん、ミニアルバムじゃなんでミニアルバムになって、2枚組のフルアルバム、あとタオル、それのみワンマン前に届きます。あれはワンマンライブでタオルをブンブン振り回そうコーナーなんで、それでワンマンにタオルなかったら詐欺案件みたいな話になるから、それは届くんですが、それ以外のパーカーだとか、デートとか、もうさすがにデートはワンマン終わってからじゃないともうちょっと予定が立たない。何してんねんみたいな感じになってくるから、あいつら遊んでるやんけみたいなのかな。そうそう、だからちょっとその辺はリリースも終わり、ワンマンも終わり、まあ早ければ年内に、ね、うん、でもちょっと年内そういうパーカーとかいろいろ作るところが、いや、ちょっと年末は無理ですわ、来年になりますわって言われることもあるかもしれないので、まあ年末から、そうだから、1月いっぱいぐらいまでを考えといてね、そっちの方は納期が、そう、なんせワンマンまでに届くのはアルバムとチケットとタオルだけやからね。それ以外は後からです。
なんならクラウドファンディングの決済で私たちのお金入るのは12月だから私らは。だからもう言ったらそれまでに作るのは恥ずかしいってことだよね。そうタオルとかは先に作ることになってる。恥ずかしいみたいな。そうやったタオルコーナーって。なんならもうワンマンライブももうすでにだから入金してくれてる人の分は赤字みたいな話だよな。CD も。そうそう。まあ、パーカーは最悪冬越す。うん。いやそれは分かってるよ。まさかね来年のあの5月とかに送りつけへんから。それ詐欺案件みたいな話だ。一応あるのよ。何あじゃ あ何ヶ月そう、そう何ヶ月以内にリターンしなさいとか確かルールがあるはずなんで、まあそこまでギリギリにはならないつもりです。私たちもねみんなが待ってくれてる間にあこんなん頼んだなそういえばってなりたくないから、そうそう待っててね。あっちのコメントがあこっちも来てる、はい、始まるよ。じゃあそれ俺ジュラサバショッツさんこんばんは。やっとデートゲ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 ーちょっと待って、今後ともこの販売形式ですか？ちょ何が何がCD とかやろ。いや、大丈夫やで、CD 普通にも買えるからな。そうそう、でも、買うよって思ってる人は先行で入れてくれたらうちらの励みになるし、応援してなっていうだけであって、そうそうそう、この販売形式はできるだけやりたくないよね。もう、ぶっちゃけ下手したら二度とやらないな、ね、私はもうこういうことあんまりもともとあのだって基本的にそのなんかお願いとかするはやっぱりな、そのライブ来てもらったりすることはお願いするかもしれんけど、それはやっぱりその俺らが普段練習したりいいもの作ってきたよっていうのをさ提示して見てもらいたいからこうライブ来てとか言うかもしれんけど、お金入れてっておかしいもんな。そうやね、どんな話やねんみたいな。しかもなんかなエイクの応援してくれてる人みんななんか律儀な方が多くて持ってきてくれる人多いやん。いやそうやねん、これなんかなんかこのサイトはこのサイトはあのその物販でもできますっていうのがあって、その持ってきて申し込み用紙に変えてくれてもいいですっていう方法があるねんけど、おいでやすとかに あのこれってなんかあのなんかあの悪大感さみたいな、ありがたいし嬉しいけどみたいな、俺もう今回限りやなみたいな、どちらも気使うわ。逆にさ持ってこられたら困るやん、どこ保管しとくみたいな。あ家帰るまでドキドキしたもん、これなくしたら私自腹切らなあかんみたいな。 それが怖くてさ、そう、もういや、それやったらもうなんかストリートの時にこうやって貯金箱つって歌ってるのがまたやりやすいよ。お金ちょうだい歌ってんの、そうそう、そんな方がやりやすいよな。確かに、ああそんな感じでございます。ということでオープニングどうぞ。忘れてた。肉めっちゃ食べるし、あーそうやな、体臭が臭くなるんちゃうかって最近悩んで、最近魚食べるようにしてるけどほっといたら肉しか食べへんくってさ、私ほっといたら肉しか食わんねん。肉大好き。誰に止められたんそれは。そろそろ肉やめた方がいい。止められてないけどなんか体臭臭くなるって言うやんよく。あ犬が逃げていったりとか。いやそれはないけど、臭くなったらどうしようと思ってやめたってことな。その臭い自覚があってやめたわけじゃない。もうそれは手遅れやん。だって臭い自覚があったらやばいよな、肉食いすぎたわみたいな。うん、なんでしたっけ。あで、そう君だから2ヶ月前ですよもう。いや私も昨日思ってたやん、私な2ヶ月前やでって言って、うん、SNS でカウントダウンしよう思ったらもう2ヶ月前切っとって、あもう終わってた2ヶ月前の。ほんでね2ヶ月前って言ったらなんかまだ1ヶ月あるんやと思うけど、思うへん、8週間やね。もうそうね、もう今日からもう2ヶ月ないねん。あーもう
でもセットリストは決まってんな。そうやね。でも最後のあれどうするか、セットリストしか決まってへんけど。なんだろう、曲のタイトル決まってないのもあるけどみたいな。曲のタイトル決まってへんの2曲ぐらいあるやん。あるある、2、3曲ある。え、そう、あれとあれとあれ、あれはあれでいくん C? あ、そのままいく。あ、なるほどなるほど。じゃああれもやな。楽しみと緊張どっちが多い？今んとこ緊張なんか全くしてないよ。今はせえへんよな、まだ。今から緊張したら練習にもならへんやん。練習チカ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 みたいになっとったら。ライブで初公開、アルバムで公開ちゃうだから。アルバムをゲットしてくれてる人はワンマン見るまでに新曲は聴きますよ。そのためにも30円ちゃうわ、30日までに3000円を入れてもらえたら20日ぐらいをめどに、ギリギリ25とかかもしらんけどもまでには届けるよりも必死ですわ今。そうやね、皆様のお家にもう最悪25、1日だけでも聞けるように。あ、そうやな、うん、最悪25 でもほんまは20日に届けたいと思ってる。そうやね、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 うん、もうっていうかほんならあの CD って届くまでさ、何もなんかないやん。今プレス完了しましたとかもないやん。ないない。なんかいきなりこっちは入稿したらシーンやもんな。そうそう、ほんでシーンでほんでボーンって届くもんな。え、来たみたいな、え、来てんねみたいな感じになるからめっちゃほんまドキドキする。楽しみやけど、うん、緊張はまだしてないけど、うん、ワンマン今回で何回目なんですか？私は俺初めてやわ。1、2、3、4回目。俺は入った瞬間にいきなりツーマンライブやったからそう、何みたいな展開やったわけよ。クラウドファンディング成功させてエルクスリストさんと一緒に次のステップへのストライクラインに立とうよって言いたいな。言ってください。今回のクラウドファンディングの担当会社、以前応援したシンガーさんが成功させた会社でした。お、さすがですね、すごい。そうなの、俺初めてやね、実は。何が？ワンマン。ああ、クラウドファンディングのことかと、いや私もやけどとか思って。でも俺ワンマン DJ をやったことあるね。俺だけ8時間ぐらい。なんかそれ大変な。ショットのファンしかけへんの？いや、ファンっていうか別に普通にあイベントか、クラブのイベント、クラブのイベントの客とかやから、うん、やっとかな。ワンマンライブは緊張せえへんやな。途中でも俺喋りながらとかやるから、途中でこうマイクをちょっとトイレ行ってくるわみたいな。あ、さすが無理やわみたいな。あ、曲だけかけてな。そうそんな感じやった。そっか、最後のやつとか覚えてないな、もう。で、ワンマンライブのリハーすらまで1回も入ってないもんな。なぜレコーディング終わってないしな。そう、できへん。私ほんまに11月26日っていう日が来るんかなと思ってる今まだ。そんな段階多分11月26日は来えへんかもよ。来な困るけど。そうやな、来な困るけど、なんかほんまに来るん。だから11月26日の自分がどんな顔してるかまだ想像つけへんというか、わかる？もうげっそりその26日の昼間リハぐらい、昼間のわけに、よっしゃー楽しみってなってるんか、どうしよう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 、あれも終わったな、これもどうなってんのかなと思って、それが怖いな。気づいたら12月になってるよって。困るわそれ。もうそれまでにチビのロケットマンが日本滅ぼしてるかもな。それが一番怖いよな。チビチビって言うもん。ちょっと笑ってもうたわ。ちょっとおもろいよ。あ、こんばんは、竹坊さん。あ、トランプが言ってたって、そうやってたらしい。そうやな。質問コーナー行きましょうか。あ、そうやね。はい、先週ね、あ、そうそう、お答えできなかったのがあったそうなので、挑発するやったらもう一人でやっといてくれもう、うん、あ、でもとりあえず、まずそう、うん、めっちゃ軽く終わってしまったけど、クラウドファンディング参加してくださった、うん、皆様、それで参加しようと思ってくださってる皆様、ありがとうございます。で、何の話っていう方はぜひぜひ私たちのツイッターの固定、私このツイッターのアカウントを言っていただけると、固定ツイートから、うん、飛べますので、はい、よかったら読んでみてください。そして応援してもらえたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。でもそんなんも全部無理やけど、11月26日ワンマンは行くでっていう方もぜひぜひどんどん募集してます。まだ、うん、クラウドファンディングが終わるまでは一般発売をしておりません、うん、これが本当の先行になっておりますので、一般発売はこれが終わり次第ということですので、もうちょっとお待ちください。ということで質問コーナー行きましょうか。行きましょう。ドン。はい、ジュナ様、ショッツ様、あ、じゃあショッツさん、あ、私だけやった様は。
ジュナさんはショーツさんを座るところです。今回のアルバムの曲でもめっちゃおもろい、なんかハマったわ、おもろいわ。今回のアルバムの曲でもおかじゅ、あ、おかじゅんってこのね、小文字おかじゅん面白いな、OK ミュージックみたいな、おかじゅんさんに作詞を任されたとツイート見ました。ああ、はいはい、うんうんうん、そんなジュラ様にお聞きします、うん、どういったやり方で作詞してますか、また作詞するとき気をつけてることってありますか。あ、バイアマネって名前まで載せてるやんか。いや、書いてあって、バイアマネ。あ、そうなんや。だからそう、なんだろうな、私まず気をつけてることは、その歌詞と日記とか、うん、日記ポエムとかのいろんな種類の文章がある中で歌詞というものの違うところというのは、うん、俳句とかもそうかもしれないけど、その文字数の中でいかに短い文字で人々がいろんなことを想像していろんなことを感じてくれるかっていう言葉を選ばることやと思ってね、それが美学やと思ってね、私は。足を書くときの美学、そう出たよ。で、それを書いたけど、メロに乗らへんっていうのがあるわけやん。ああ、うん、わかる。例えば、あ、言いたい、あ、会えない、この思いは届かないやったらおかしくないけど、あんたが嫌いでとか言ったらもう会わへんわけや、言ったら例えば会わへんわけやんか。今ちょっと合ってたけどな。合ってた。でも変やん。あ、言いたい、会いたいのがいいやん、まあまあ、そういう感じで自分が言いたいことの中でどれが一番歌った時に聞こえやすくて覚えやすくて乗るかなっていうのを一番気にしてますね。自分が覚えやすいってことやな。違うわ、人がや。人覚えにくい。自分すぐ覚えるやん。人覚えにくいの多ない。ごめん。みたいな多い。人覚えにくいというか、豪華圏だとか、みたいな多いで。それはあのおかずのおかしやけど、なんやろ、でも最近は特に、だからこのアルバムを聴いてくれたら分かるかも、ちょっと今までの私は書かなかったような、あの明るいというか、一見なポップな結構歌詞も増えてると思うよ、今回のアルバム。確かに、うん、あの間とかサムライソウルみたいなのがすごい私の歌詞の印象が多分強いと思うんですよ。あの文句というか、なんというか、あのエルフルシというか、あの説教ソングみたいな、そういうのが多分私のイメージやと思うんですけど、うん、あのそういうのでない曲を結構書いたなと思って、でそのおかじゅんから作詞をちょっと任すわ、これ例のやつな、託すわって言われた曲も、もうほんまに私が今までの普段の詩に使わへんかというような言葉がいっぱい入ってるもんな。あ、うん、だから結構すごい最近はそうかな、人が聞いて覚えやすいっていうのはちょっと気にしてるかも。今までなんか結構暑苦しいこと言ってたし、秋元康は歌詞を書くとき空っぽの机の引き出しを引っ張り出して出てきたホコリをかき集めて作る感覚なんだってさ。あー、でもなんかわかるわかる、なんやろう、へえ、その感覚初代です、です、あ、ちゃうわ、初代初代です。これまたカイザーさんかな、絶対そうや。ボンジョビは実家に帰って母が作ったカレーにジャガイモが入っていなかった感覚らしい。全然分からんじゃん、何それ。It's my life 俺のカレーみたいな。歌詞な、気をつけること。あとはなんかやっぱあんまりネガティブにあなことは書かんとこうと思うかな。なんかここまで書いたらちょっとディスりすぎやなとかいうときはちょっと変えたりとかする。あ、俺まるまるなんかあのこういうのを書こうって思ってテーマ決めた瞬間にめっちゃディスしか書いてへんときがあったわ。これはめやな、性格、これはなんか歌われへんわみたいな、やろう、めっちゃある。これはでもたまにレコーディングセミナーとか、猫は痛みに敏感だけど骨折しても気がつかないらしいよ。あ、そうなんや、アホやん。え、なんで痛みに敏感なのに骨折しない。あ、敏感やからやろ、骨にあれがないんじゃ、神経が、猫はあると思うけどね、あるらしい。はい、次の質問どうぞ。1週間早いですね。早い、はい、毎週どんな時もこれだけは欠かさずやり遂げてることはありますか。あ、エロ会置いてやす、意外とお願いします。さっき言われてもた。骨
40本ないやろ。何やろ、毎週どんな時もこれだけは欠かさず。毎週、毎週日課ってことやんな、ルーティーンってことやろ。だからそうやろ、週に1回は絶対やるってこと。パクチーも、パクチーも食べてない。で食べるけどハマってはないって感じ。パクチーはもう見たくもないな。何やろ、1週間でやること。1週間何やろ。めっちゃ難しいこの人も。なあ、逆にみんな何だって普通のことはするやん、洗濯とかご飯作るとか。いや、やり遂げるやん。みんなやり遂げてるやろ毎週絶対。そんなことじゃないってことやん、言ったら。私だけのこと。あ、もうそんなんは1週間どころかもう 毎日やり遂げてますよね。昨日ももうレコーディングスタジオでもう大喧嘩や。毎日ミルクティー、ミルクティー飲んでます。あ、そういうの。あ、なんやろ、毎日ミルクティー。それ血糖値逆に。毎日コーヒー飲んでるけどやり遂げてる感覚はないですよ。コーヒーにたどり着いた今日もみたいな感覚はないな。12時まで飲めたみたいなのないよな。毎日欠かさず上手に切れる。いや毎日じゃないよさすがに。でも最近こうレコーディングとかで一緒にいることが多いからやっぱ増えるよね。一緒にいることが多くなって人前に出ないことが多くなったら喧嘩するよねやっぱ。ああ、いつ誰が見てるかわからんよな、もうそんな。でも家の中は別にあの同居人ぐらいしか見てないやん。わからへんね、もう隣のおばちゃんとか。隣のおばちゃん、ま、今度エルクのライブの再生で、あの家の方のやつまた怒られてるみたいな。まあそれも含めて仲いいような、うん、まあ仲はいいですね。玉ねぎとじゃがいも味噌汁を毎日作るようになりました、トシさん。それはなんでなんすか。玉ねぎとじゃがいもって美味しいよな、あの味噌汁。味噌汁食いたがってきた。ジラさんもありがとうございました。ショッチさんも先週放送後のツイキャスありがとうございました。何がやろ、なんかそんなありがとうって言われるようなことしたかな。帰りかな、俺帰りやってたの。ツイキャスをね、あとあれやん、毎週やり遂げ、先週あれやったな。やったライブな、ライン、ライブ、スタジオ、ライン、ライブ、スタジオに入るぐらいじゃん、ツイキャスライブ、そうだからスタジオに入るのもああやってみんなの前だったら喧嘩せえへんよ、で2人で盛り上がって、あれ始まる前ぐらいまではもう喧嘩してるけどあんた話で時間足りへんで、ね、ちょっと待ってよお前みたいな常に喧嘩してんなそう思ったら、やばい時間ない Wi-Fi 入ってけ、ほら下早くも下のやつに聞いてきてどうなってんのこのノアとか言って言ってもたピールといてあ、宛名書き今週してたな、めっちゃ。でも毎週はな、毎週あれやり遂げたかもしれないけど、うち別にアパレルちゃうし、うん、何かな。毎日あのフィルティにコラーっていうのを毎週やり遂げてる毎週やり遂げてる感じが難しい。甘いで結構君。甘いかな。毎週欠かさずラーメンないわ私。そう思った。じゃあ今日から決めようか。今週から私ダイエットやろうと思ってる、ワンマンに向けて。もうデブやから今。じゃあもう体重乗れば。それは嫌私それは嫌。私めっちゃごまかしてるから服とかで。だからあいつだいぶ服選ぶうまいなと思われるの困るから。ええや別に服選ぶ偉いな、うまいなで逆に何も得せえへんもんそれ。そうかだから体重は明かせへんけど、ダイエットしようと思ってる。じゃあ何キロ減ったかはちゃんと言うわ。それは言うわ絶対。でも体重じゃなくない、 あんまり違うな、スッてなったか。そうということで次の質問いきましょうか。ドン、はい、ジライちゃん、ショットさん、こんばんは、全部ちゃうねんな、そのちゃんさんやし、これも。ああ、ほんまやな。まあ、ショットちゃんは言われへんけど言われてるけど、毎日ショットちゃんの日を一本ずつ抜くどんなにかはじめまして、お二人が大好きな母の味は何ですか。ミルキーみたいな感じってこと。母の味、私、ママのご飯で好きなのは餃子でも、うちのママの餃子の味ってママの餃子の味やねんか。もう市販の餃子の味とちょっとちゃうねんか。うちの餃子の味で、だから私はどこの餃子食べても美味しいと思われへんねん、ママの餃子で育ってるから。あ、そうか、餃子じゃないかもしれんな。だから餃子やけどな、その見た目を餃子で。餃子やし、入ってるものも餃子やねんけど、普通のとこより多分ミルキーの味がする。あの肉と生姜が多いねん。へえ、美味しそう。
ダイエットは毎日同じ時間にやりましょうみたいな感じで言われてる。そやな、毎週じゃないわな。そうだな。まあ、ダイエットってか体力作りやな、私ちょっと。三十何曲ワンマンライブで歌おうと思ったら歌おれんなと思ってちょっと。母の味。何が一番体力作りやろ。カレー。え？やっぱフィールサイクルかな。あれはやばいな。あの昔言ってたもんな。って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 言ってた。めっちゃ歌いながらな。無理やわ、行かれへんわ、あんな。もう。あ、ランニングな。ランニングやるやったらフィールサイクル通おうかな、また。でもあのジム行くんやったらあれの方がいいよ。あ、水泳は結構得意やねんな、私水泳の選手やったから。フィールサイクルって安かったやんな。フィールサイクルは月9000円ぐらい、8000円とか。あれ、そんなした。うん、1万いかんで。でも、うん、で、いつでも行けんねん、何時でも。そうですね。今日さ、大宮ストリート雨。そうやね、雨や、今日も雨やったな。ランニングはな、私のできひんねん。あの、できひんっていうか、ちっちゃい時ずっと喘息で、あの持久走とかそういう時間いつもこう見学の子やってん私。それ理由なん。じゃだからそういうことはやったことがないねん。もう長く走るってことを人生でやったことがなくて無理やん。え、でも水泳できんねん。水泳は選手やったから。でもこれもな、どうちゃうの。水泳選手やってんって火振らしてるやんか。喘息いけんの。いつも、いや喘息の子は水泳を結構習わされんねん。ほんで水、あの喘息にいいみたいなんで、うん、でも選手はリーフラしてるやん。ほんまに選手コース通ってたんやけど、誰も知らんって言うねん。はお母さんも。いや、なんかあんなほんまに選手コースやったんってイオリが言ってたよってこの間言われて。あのイオリってあっちの子やな。ほんで、いやいや、イオリって私行ってたやんって言って、ほらあっこの選手コースって言ったら、お姉ちゃんそれ選手コースちゃうでって言われて、絶対選手コースやんや。え、なんかないの、その選手コースの。ない、そうなんない。ない。その選手コースは何なんじゃ。あのサンタマリアスイミングスクールっていうスイミングがあったんだけど。知らんやん。そのサンタマリアは16級から始まんねん。で16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5って、はい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 、で3、2、1が選手コースやん。あ、じゃあその3、2、1のコースでやってただけなんだろ。で3級やった。だから選手コースやん、3、2、1は。3級で選手コースなの。そう。選手コースだけあのあのプールのさ使い方が違うの。あああれな、ビートバンこう使わせてくれんねん。そうそう、だから選手コースの人だけバンやねん。へえ、その使い方変わるから、うん、なるほどね。うん、ほんで何やったっけ。母の味から、ね、母の味な。だからあ、だからその餃子。あ、俺じゃあカレー。カレー？いやもうないもん別に。想像つかへんもん。何やったかな。あ、あ、思い出した。あれあれ、なんか肉とナスビと鶏かな、あれ。肉とちゃうな、それ、ね、鶏も肉やな。そうだね。いやなんかこうナスビが入ってた、とにかく。ほんでそれがうまかった。何になんか肉と、肉で、あれ全然意味わかんない。あの肉なんやろ。私あれ牛あれ好き。ママのあの鶏もつの煮物がすごい好き。え、それちょ、うまそう。今食いたい。知らんやん。今食いたい。じゃあ次の質問いきましょうか。どう、こんにちは。今日は本気の相談です。あ、ちょっと待って、その前に質問っていうか、はい、スープカレー、スープカレーは健康増進、じゃがいもはケイ素の風服用量が多くて。あ、そうなんや。ケースね。サラダ生活は、やってたよ。やってますね、別に。あの、一時ほど毎日じゃないけど、好きやからちょこちょこやってる。でもあんなんやったら、別に変わらん。ちょっと、あ、なんかちょっと今日なんかお通じいいなとか、ちょっと最近肌が綺麗になったなっていうだけで。サラダ生活って、あれやろ、いつも載せてるやつやろ。うん、ひたすら食べてるサラダ。痩せるん。痩せるのサラダ。いや、別にダイエットのために食べてるわけじゃない。あ、そういうことね。うんうん、なんかちょっと肉しくない。肉乗せてない時もある。あ、うんうん、スクワットで打てたって。そしたら20回からと私が来たとしたんから。それ何やったっけ。それスクワットするとか言ってなかった。あ、スクワットしようと思ってね。でもなんかな、私おっぱいとかはちっちゃいけどケツが結構でかくて、ほんでケツを昔もっとプリッチ上がってたけど、やっぱ年とともに下がってきたなと思って、こうちょっとケツプリ写真を上げたいから、
はい。あ、違う、違う、ケツをプリッとさせたいからスクワットをしようと思ってたんやんか。そのためにそう今の状態を撮って1ヶ月後みたいなんでちょっとケツプリ写真を載せようと思ってたんやけど、ああ、それやばいやん。じゃあもう今の写真がひどすぎて、この子もうこれをまずあの加工するところから始まらない。買えやんさ、それいくら買えんのって言ってんだよ。それクラウドファンディングで20万円入れてくれたことがあって。いやだから、あ、これダイエットすることってこう人に公開するってこんだけの勇気がいいんだやと思った。だからこうこんだけ綺麗になりましたよ。公開せずに綺麗になって帰ってくるわ、頑張って。もうあかんやんそれ。一回写真撮ってみるわ、もう一回じゃ。あ、どうやって撮んの、その、あ、置いた、置いたよ、置いて置いて、キューティーが流れ撮ってもらう。なんでやねん、わーって言って絶対ブレてるわ。じゃあ本気の相談を受けます。あ、ごめんなさい。てかみんな本気で質問してるわって怒ってる人がいる。その前 CM 一回言っといた方がいいんじゃない。そうですね、うん、じゃあちょっと CM 一回参りましょう。なんか全然しゃべられない。 CM 行って CM 行きましょうか、ドン。一番弟子の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん五十嵐仁さんです。俺たちやっぱりロングビルだな。はい、泳げるなら水泳がいいですねと。そう、水泳どっかいいとこないかな。あるんだ。めっちゃ私わがまま言っていい、こんなんやったらもうだから女は嫌って言われそうだけど、プール好きやねんけど離れんねんな、プールで。はわかる。温水プールっけ、温泉の。じゃあ離れへんの。温泉のプールとかあるもん。あるよ。そんなにビップなんか知らん。ある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 。どこや、プールは体力がつくやん。なんかダイエットにはなれへんけどって言うよな、結構。プールって結局体を冷やすからあんまり脂肪は燃焼せえへんけど体力はつくっていう。だから温泉プールやったらあったかいし。あ、あったかいんや。そりゃそう、温泉やん。温泉で冷やされへんねん。そろそろ本題入ろうやって。あ、そうなんや、ごめん、ありがとう。本気の相談です、ありがとう。どうもどうも。実は初めて彼氏のお弁当を作ることになってます。おお、キャラ弁、キャラ弁、キャラ弁、めっちゃ嬉しいわ。私キャラ弁なんか絶対人生で作れへんって、もう絶対作れへんって、もうあの決めてる。ああいうものはやったら終わりやからね。どういうこと。だからあの私はお前そんなこんな本気の相談してもらってくれてる子がだから教えてあげてんねんって。いやだから教えてあげてんねん。私は子供がいようが最初に後悔するなと。そう、あんなものを一回初めに頑張ってまうから永遠に期待され続けるわけよ。初めから素朴なものをやってたらちょっと豪華にした時に喜んでもらえるのよ、わかる。で子供なんてましてや一回やったら一生言い続ける生き物やから。犬よりひどいもんね。うん、私は子供ができても絶対にキャラ弁は作らへんね。私やったら、やったら終わり。言い方よ、やったら終わりか。え、でも私もそれ付き合ってきた人には作ったことなんかもありましょう。お弁当キャラ弁、キャラ弁は作ったことない。キャラ弁ないの。うん、いやしかもなんかさ、私さキャラ弁の嫌いな理由が一個あんねん。あれって色鮮やかじゃないとあかんけど、色鮮やかなもんってあんまえよくないや、体に入れるもん。だからなんかあんま作る気にならへんねん。え、このピンク何とか、え、このオレンジ何みたいな気分になってくるわけよ。オレンジはもうみかんじゃん。じゃあもう絶対そのみかんと後隣の肉とかくっついて酸っぱい肉みたいな、私めっちゃ嫌やねん。別のタッパーに入れてよ、もう いちごとみかんはみたいになるやろ。でもあれキャラ弁なんてあの豚でも食わないとか人間食べるから、ま、そうやな、毎日作れるんやったらええけどな。そうやね、だからああいうことがほんま好きな人とか
なんていうかな、専業主婦で、ちょっと余裕のある専業主婦、まあ、それはできると思うよ。お金もあってルンルン気分であなた行ってらっしゃいみたいな人はできるよ。でもそんなさ、バタバタしてる中であのサッカーボールの六角形かなんか五角形かよ、分からんの切られへん。あーちょっと目ひし形になってもうたーみたいな、あ今日なんか目細なってドラえもんがなんかめっちゃ不細工なったわみたいな、おかしいやんそんな。まあまあ今日顔違う。もう絶対違うよなー。そういうとこシビアに言ってくるし、アンパンマンの口はこうじゃないねみたいなこと言ってきたもんな。そうそうそう、あそれはちょっと大変やな。じゃあどうする、ちょっと待って、あ、え、いい女を見せる。あだから私はあの美味しいものやと思う。だから例えば煮物とか、別に普段作って煮物の余りとかお弁当に入れるやん。あうん、言ったらわかる、それでいい女を見せる。いやとか別にだし巻きとかにでもちょっとなんかあの可愛い旗とか立てるだけで色鮮やかになるから、別にキャラ弁はいらんってこと言ってる。あそれ何の、あの彼氏はどこに持っていくお弁当なの、その前にって感じじゃない。でも私な、男の人だってな、恥ずかしい時もあると思うで、これ俺開けられへんわみたいな。いやだからこのハートのそぼろやろ。私そんなん絶対やらんわ。それを相手が開けてると思ったら私もう家の中で恥ずかしい。ハートマークのそぼろよりちょっと開けるの恥ずかしいっていうか、ちょっと悲しくなってくるのもう日の丸やで。え、米の砂みたいな。私の弁当は決まってんの、お米はどうなってるか。もういつも一緒やねん。どういうこと。あのおにぎりじゃないの。違う、あの地雷弁当は地雷弁当、米ひいて、ひく下に米ひいて全部、うん、ひいて一面に、うん、だいたい二段重ねやから。ああそういうことだ。でお米ひいて間に醤油と醤油に浸した海苔をやって、海苔弁やん。そう、上にお米またひいて、ほんでまたその上にも海苔ひくねっていうのを私は絶対やる。ああ、ご米、うんうん、提供する、うんうん、結果のり弁です。のり弁やわ。あとなんかもう料理が苦手な人は一個ぐらいは冷凍使ってもいいんちゃうと思う。あああるもんな、うん、ハンバーグとかもあるもんな、うんうんうん、ハンバーグは簡単やから多分作れるけど、いやでも男ってそんな、そのこれが冷凍やとかこれが手作りやとかあんま気にしてへんと思う、うん、でもあとお弁当って別に唐揚げ例えば作って、うん、あの唐揚げなんて本見たら多分誰でも作れるから、唐揚げ作ってウインナー焼いて卵だし巻きやって、もしだし巻きがくるくるうまくいけへんかったら切ってうまくいったとこだけ入れたらええ話やから、あれも端の汚いところとか乗せへんかったら焦げた切ったやねん。そう、自分が食べたいだけやから、あのうまいとこだけ2個くらい入れたらいいし、なんとかお弁当はなると思うよ。でもお弁当の私盛り付ける秘訣を昔ママに教えてもらって、 お弁当に盛り付けて綺麗に見える秘訣は寝かすんじゃなくて具を立たせることやねんって。へえ、 こうやって立たせることに、これはちょっと今日の質問形態とか見た方がいいんじゃない。そう、立たせることによって開けた時にわってこう色もこうちょっと鮮やかにこうちょっと具がビュって出て見えるわけよ。あ、寝かせてしまうと下のものも見えへんくなるけど、全部上から立てる感じでこう盛り付けていくねん。何も空白作らへんようにギュンギュンに入れるという。なるほどね、うん、じゃあまああれ、うん、そうだな、唐揚げなんて豚でも作れる、豚には作れません。うん、一時期仕事帰りの区営の屋内プールでダラダラ泳いでたら体力もついて細くなりました。トシさん今も細いのに。じゃああれはその賜物ってことか。すごいな、めっちゃ昔タオルしたかったらいかんかった練馬のクエープール。めっちゃ昔練馬におった時、おかずには行ってないかな。あ、行った気するな。やろ、はあ、行ったことあるわ。一回しか行ってないけど。プールでのウォーキングも痩せるし足腰の負担少ないって言うよね。あ、やっぱそうなんや。でもさ、さすがにさ、私さプール、スポーツジムのプール行って一人でウォーキング、まだそんなおばあちゃん、ちょっと恥ずかしいな。泳ぎたいな。ない、ね、一緒に歩いてくれる友達おんなったらいいけど。お弁当と荷物はちょっとちゃうと思うけど俺。あ、それ荷物はこういう、あ、ラッピングのその荷物じゃ、入れ方、多分バッて開ける時の松村邦弘の真似すればいいんだよ。何の話、どういう意味分からん。じゃあ次の質問いきましょうかね。あ、あのお弁当うまくいきますように。一回立てろと。うん、あと色合いだけ気をつけた方がいいよ。だから私がすごく使うのはやっぱ赤のプチトマトだよね。あれをポッてこう赤を入れるだけで、で黄色は卵でいけるし、
で緑が欲しかったらちょピーマンもうちょっと焼くだけでもピッて入れるだけでもいいし、でなんかお肉とかの下にピッてこう引いたりとかしてもいいし、あの色合いを気にしたらなんか結構うまくいくと思います。じゃあ次の質問ドン。荷物は隙間を作らずに送るのがいいんだよって意味。あ、そうやね、松村君にもめっちゃ痩せたらしい。そうなんや。あ、そういうことか。はい。車の免許取ったけど運転が怖くて結局路上講習以外外に出たことがないですそうなんや。女子で運転上手い人って少なくないですか。ジュライさんは運転始めからできたんですか、それとも練習やっぱりしましたか。いけいけやで。私はなんか言ってたよな、高速入られへんかった。鬼コーチみたいなのがおったとか言ってなかった。そう、その当時付き合ってた彼氏な。めっちゃそう、免許を取ってその日やったよ。そう、そうだね。その当時付き合ってた彼氏が私より年上の人で、もう車も免許も持ってる人 で私が免許の試験を受けに行くのをついてきてくれたか迎えに来てくれたかも覚えてないねんけど、なぜ免許取ったでって言って、ほんじゃはい運転士こっからって言われて、えみたいな。免許センターってやっぱそのどの地域も一緒やと思うけど、ちょっと田舎にあるやんか、うん、大阪は門真市っていうところにあって、でその当時付き合ったその人が豊中市っていう、その大阪でも市内じゃない方やった。結構その門真市から豊中市って行くのは結構広くて、その1号線とか新御堂とか結構主要のグワーってガンガントラックとかが下道やけど高速のように走る、いえば環七とか環八とか甲州街道みたいな道をガンガン走らなあかん道ばっか でその人が乗ってる車がなんか何と、エスティマみたいなああいう長いやつあって、あほんでも怖すぎてもう何にも行かれへんやん。こうまっすぐは行けるし、で初めから別に下手なタイプではなかったから、路上講習でも運転したことありますとか言って教員が言うぐらいの感じで結構堂々とできてたんやけど、やっぱり路上に出たら怖いし人の車やし当てたくないっていうのがあるから、ほんでもその日は帰りその新御堂に行く合流とかが無理で、もうブレーキとか踏みまくっとったら、お前死にたいんかブレーキ踏むなーとか言われてはいーとか言いながらこっちみたいな、もうめっちゃ怖くて、ほんでもう私免許いらんとか言ってもう無理って言って、こんなん無理みたいなこと言ったら、その車も買いたいって言ってなんかお金貯めてたんじゃないんかみたいな、さすが鬼軍曹スパルタ言われて、はいみたいな感じで、それやったらこんな高いお金払って身分証明書買ったのと一緒やろって言われて、運転せえみたいなこと言われて、よかったよそれが。そうそう、たまものやで、もうほんまに人って怒られて伸びるんやなと思うな。何事もやらなきゃうまくならないが、乗ってそうそうそう。でもガンガン運転しなあかんけど、運転っていうのはそのこの無理に運転させても事故したら終わりやから、したくない人はやっぱせんでいいと思うんだ。私はしたかったからしたけど、10年くらいペーパーだけど首都高も余裕で絶対嘘や。それなんかそれ高速やからやって、下道は車線変更しなあかんからな。でも首都高ちょっと舐めたらあかんだよ、細いで言っとくけど。まあまあ10年前に比べると今は肉付けよくなりました。嘘、トシさん細いのに。私もでも10年前に比べると普通に飲酒運転だけはダメよ、うん、私お酒飲まないの絶対ないっすね、飲酒運転だけは。もっと伸びたいからちょっと怒って、どういうこと、運転運転をそこ右曲がれやとか言ったらいいかな、運転なその歌舞伎町ぐらい一緒にしてこいみたいな。でも基本的に私女やけど、やっぱ女の人は運転下手と思うで、この人トロいなとかこの人遅いなと思ったら絶対女の人やし、この人全然車庫入れられへんやんと思って見たら女の人やし、女の人の方がやっぱ下手な率は高いと思う。俺縦列駐車だけめっちゃうまいね多分、うん、私も別に縦列そんな下手じゃないな。あとはバック多分俺まあまあ得意、バック得意やな、スーパーバック得意。私はまあバックそのスーパーバック使わへんけど、でも運転は運転のコツは一番のコツは車幅を知ることと思う。ああそうやな、もうそれ車幅さえ分かってれば、人が飛び込んできても自分の車にあまだぶつからへんとか、あとどれだけでぶつかるとか、前の車がにどれだけでぶつかるって、それが全て分かれば無駄なブレーキをそのビビって踏むこともないし、そう酔うで
だから車幅を知ることね、車幅がとかそういうのもあの苦手やろ。とりあえずちっちゃい車から慣れた方がいいと思うわなあ、うん、分かるわ。まあ、あの下手やのにベンツとか乗ってもう全然行けてない人見たら毛乗ったらええっすやんと思うもん。分かる分かる。なんか俺そうやったかな、あ前の大阪のライブの時かな、うん、にズライのお父さんが、うん、なんか免許のなんかの話をしてて、あそう、何やったかな、すごい話、うちの方がめっちゃおもろかったよな。そう、うちの方も言っても高齢やからそういうなんかちょっと高齢者講習みたいなのに行かなあかんか行ったらしいやんか。ほんでそうクランクな、みんなじゃクランクじゃないって、それよりそうだ、みんな運転どうやってしてる、この視聴者の皆さん。大体左足は投げ出したまま右足でアクセルとブレーキを踏むやん、一緒の足でこうやって、それを左足でアクセル踏んで右足でブレーキ、あ、違う、右足でブレーキ踏んで左足でアクセルっていう人が世の中に結構おんねんって。あ、言ってたな。ほんで、うん、うちのパパがそんなの危ねえじゃねえかよみたいなこと言ったら、その教官も、いや、そういう人も普通にいらっしゃいますよみたいな、言うとったな、そういう人はその人を踏んでいますみたいな感じで言うねんって、でも、そんなことしたらどっさの時にそのアクセルとブレーキ間違えるわっていう話で、いや、これ片足やからいけるけど、怖いよな、こんなんドラムちゃうんやから、ミッションちゃうねんから。そう、いや、それ聞いて、っていう話したな。めっちゃ怖いよ。エルク号は音響いいんですか。いや、私あんま良くない、あの、エルク号ってか私の車なんですけれども、じゃあ、なんかその、ね、その話を聞いた後にそのおっさんがこう、なんかあの、S 字とかクランクとかあるやん、うん、それにガンガン落ちとったって言ってたね。言ってた言ってた、そうそう、うん、返せよ、みたいな、そうそうそう、うん、やばいよな、全部乗り上げてたっつだな。マジで、みたいな、そんなやつもいいんだからすごいぞって言ってたから、言ってた言ってた。そうか、これ最後かな、質問、まだ質問あります？これ最後です。あ、これ最後、あ、じゃあ告知を、じゃあ告知を先にしましょうか。はい、まず告知、ドンドドン、これですね、はい、これ今週土曜日でありんす、9月30日土曜日、ダ・パーティーというイベントに、イエエルクストリート出演させていただきます。エルクの出番は18時、6時からちょっと早めですが、いつもより長めの持ち時間になっておりますし、豪華な出演者、そして吉祥寺のシャッフルということで、はい、ぜひぜひ、ご予約お待ちしてます。ちょっと久しぶりの箱ライブちゃう、あ、先月久しぶりの人たちもいっぱいおる、そう、ぜひぜひ、まだまだ予約欲しいなと思ってる人数しかいただいてないので、ぜひぜひ欲しいです、お待ちしてます。はい、はい、次あ、これはね、ツートンクラウンのでっかい方、リョウのバースデーパーティーということで、10月5日木曜日テイクオフ7、来週水曜日の次の日やね、はい、に、エルクストリートも参戦させていただきます。エルクとしてテイクオフ7は初めてなんですよね、うん、そうそうそう、うん、これも、なんじゃったっけな、8時ぐらいやったと思いますが、うん、まあ別に、あの、皆さん結構おなじみのメンツなので、うん、時間に余裕がある方は早い時間からぜひぜひ応援に来てください。そして次、ドン、これは来る日、10月6日、グラッドで、アリスさん主催のスポットライトという深夜イベントに初出演させてもらいます。初出演なので、あの、深夜イベントですが、金曜日なので、ぜひぜひ。え、誕生日なんか、アイダーさん。また、エルクが出れるように、皆さん応援してくれたら嬉しいです。いつか行く、いつか行く、行く、楽しみだ。マジで。来て来て。カートしてる人だと両足使う人おるけど、あ、そうなんや、あの、カートはブレーキがこう、あー、ちょっと気になったんですが、音楽やってる人って自宅の音響機器にもこだわりありますか。俺実家ではめっちゃこだわってた。私も実家の時はちゃんと、あの、最後引っ越す前はちゃうかったけど、ニューヨークとか行く前は、あの、自分の車持ってたマイカーもウーハー積んでたし、スピーカー6発か7発ぐらいあって、めっちゃいい音してた。あの、うち父親がもともと音楽やってる人で、ちっちゃい時からうちの、あ、パパの部屋にはもう1個何十万っていうスピーカーがあって、音にうるさい環境で育ったから、じゃないな、結構音は私もうるさいかも。音はあんまり悪い音は嫌やな、しんどいな。実家は俺多分20発ぐらいスピーカー部屋にあったから、で、倉庫に左足ブレーキサウンドシステム見たいですね。
ユニット全部あったから右アクセルやもんね、だって、うん、だから多分左足めっちゃ疲れとるけど大丈夫だよ嘘ほんまごめん、でも全然元気やで、ね、元気やし、体調も崩してない、ただ顔が疲れてるだけちゃう、もうあとむくんでるんかも、ちょっと寝不足で、特にヘッドホンこの前 B 使ったやん、いいななんかラムがなんかこの前イヤホン高いの買ってた、あ、カロッツェリアね、カロッツェリアってまだあるん、あるよ、あの車のスピーカーのブランド、カロッツェリアってなんかのスタイルだっけ、あれやん、あのカロッツェリアってあれのバイオニアじゃなくてえ何だっけ、なんかのあれやんな、えなんかの韓国版かなんかじゃなかった、そうやったっけな、あ、ちゃうか、あ、何やったっけ、忘れた、忘れちゃった、うん、でも私もカーナビ変えたいねんな、車の音響って両方ある、逆にカーナビみんないいのある、今教えて、いやみんなナビは知らんやろさすがに、ウーハーも積んでない、爆音で聞く、俺車の絶対変えた、車の免許持ってる人って少ないと思うよ、多分少ないと思う、なんか変な発音あったら少ないと思うぜ、ほんま風邪ひき増えてるから2人も気をつけてください、いやもうめっちゃ気をつけてます、はい、もう今私風邪ひいて歌歌われへんくなったらとりあえずもうワンマンまでに CD 出へんことになってもらうから、そうやな、なもう風邪だけはもう注射でも打てれる、もう逆に風邪うつしそうな人だけはもう頼むから今月私に近づかんといてぐらいの、東京戻ってきたから運転してません、あ、そうなんや、カーナビないです、カイザーさカーナビなくてあんなすごいな、いやでもまあ、真っすぐやもんね2号線を、あ、CM もう一個行ったっけ、あ、行ってないわ、 CM どうぞ、忘れてた、ごめん、ねえねえ、りょうくんストーリーやろうよ、あ、いいね、やろうよ、りょうくん、これやろうよ、あ、これね、いいね、いいね、めっちゃいい、めっちゃいい、いい感じ、いい感じ、俺らとストーリーを作れる場所、ハニたら波が海を走ってます、よくあるよね、私の今の車も波古くて新透明がないから、新透明で書いてる常に海走ってるよ、めっちゃ山、あ、山走ってる、どこおんねんみたいな、めっちゃおもろい、あるよね、あるある、でも伊勢湾岸道走ったら海やな、そうそうそう、みんなあるある、めっちゃおもろい、めっちゃおもろい、わかるわかる、それちょっとみんなに聞きたいねんけど、なんか年内にエル君にやってほしいことって逆に他にあんのかな、私がおっと、いや、そ、年内にできるか分からへんけど、私が最近やってなくてやりたいなと思ったことが一個あんねん、何すか、会心の一撃、オフ会、あー、オフ会な、うん、1回しかやってないよ、オフ会は楽しいけど全然乗り切っちゃうな、うん、楽しいけどあかんかった、ごめん、用意するのが大変、企画ダメになっちゃった、ちょっと無理やわ、いや別に年内じゃなくてね、あー年内、うん、え、年内に来なかった今、え、年内でも年内じゃなくても、でこの間職務質問されて住所言ったら地図が駐車場になってました、え、どういう意味、住所、そこ住んでる住所じゃないの自分の、あ、自宅の、あの、あー、実家のってこと、あ、あの本籍とかかな、そうじゃん、もう今ないみたいな、え、何、職質で今あの自分ここ空き地やでみたいな感じで言われるってこと、え、ほんまやな、ほんまに住んでんの、自分空き地駐車場やんかって言われるの、え、わざわざそこ Google マップかなんか調べられるってこと、怖っそうやな、嘘ついてるやつって言われ思われます、マジで、なんでそこまでされる必要があんの、それは逮捕状もらってから言った方がいいで、絶対そんなんやったら今度から、もし新宿でどうするか、表情実はもらってた、めっちゃおもろい新宿で言われた、あの誰かお知り合いの警察の人とかに言う、あ、私はカロッツェリアのサイバーナビが好きかなって天音さんが言ってる、
なんか良さそうやな。深夜イベントのダンスユニットのオーダーナインさんは1月に見ましたが雰囲気が良かったですよ。そうなんや、あのダンサーはさっき言ってる人やね。あ、そうなんや、へえ。家が駐車場のやつ、中学校の友達で結構いた。としさん、金曜日もしょ、今ならぜひ。意味わからん、意味わからん。あ、もとし、また今年もカウントダウンやってほしい。ギャッツビアハウスが潰れるらしくてね、今月末。あ、らしいね。そう、箱がね。そうなんや。そう、ギャッツビーが結構、お前でもなんか普通に面白そうなイベントあったけど、家が駐車場のやつ、中学の友達で結構いた。多分相当フルアップに住んでたんだろうね。あ、そういうこと。でもその警察との流れでなんでそんなことになるのかが一番不思議だな。うん、もう逮捕されてるやん、そいつな。うん、職員質問じゃなくて。だって普通警察ってピッて免許とか見してその人の住所困難して割り出す人おる。いやほら、それもよっぽど怪しいと思われたんじゃん。あ、だから例えば私が職質されたのに免許が顔全然違うくって、例えば吉田あの杉並ナンバーの車やのにめっちゃ九州弁とか、あ、誰こいつみたいなやったんかな。ナンシーやったけど写真が男やみたいな、目が泳いでた、ね、それだけでされへんやろ。だからどんな時や、俺なんか冬とかでも汗だくとかやったらめっちゃ、あ、花火大事、本気より金かけよう。え、まあ、でも私今の自分の車の音むっちゃ嫌い。ナビな、ナビ俺まあまあどうでもいいわ、地図あったらええわ。ナビちゃんと欲しいわ。地図だけでいいわ、どこでも行ける地図で、まあ、基本はいけるけど嫌じゃない、なんか不安になる。だって今のナビってさ、ほんまに賢いからちゃんとしたやつ買ったらさ、今の時間の最短ルートとか割り出してくれるわけや。そんな便利なことなくない？そっか、 DVD とか見ないし。いや、でも私も車で DVD 見る人ほんまに危ないと思う。意味わからんな、家で見いやと思う。いやもうそれより後ろに見せてるやつ一番意味わからんけど何がさいねんお前みたいな。だからナンシーの話したらナンシー来たし、ほんまや、びっくりした、ほんまや、男版の男版のナンシー来た。ってことで、本日も、ね、エレクストリートクラウドファンディング30日前です。です。あの今日もいっぱい入れてくれた方いらっしゃったみたいで本当ありがとうございます。リターンいろいろ楽しみにしてください。うん、あのデート入れてくれた人はデート頑張って練っていくので楽しみにしていてください。ね、はい、ということで30日11時59分過ぎないように、そして30日には吉祥寺、ザパーティーイベントにも出演します。そちらもぜひ応援に来てください。予約待ってます。はい、ありがとう。次回までカルツリア積んどきます。バイバーイ、グッバーイ、また見てね。今月もありがとうよ。じゃあまた来月は10月何日？ 4 日かな。なんかブロックしました、ブロックしました、ブロックしましたって来てんけど、何これ、何ブロック何怖い、誰かブロックせんといて、何